落ち着いてから何日か経ちますと、私は毎日見たり聞いたりしている残酷な場面にすっかりのぼせ上がってしまって、どうしても自分のために悪事を犯さなければならないという闇がたい欲望に耐えることができなくなりました。私は男の服装をし、ピストルをポケットに忍ばせ、たった一人人気のない街角に出かけたものです。目的は盗みと私自身の快楽のための殺人でした。どうしたんだね。三千世界で私ほど不幸な女はございません。旦那様が私に死をお与えくだされば、願ってもない幸いでございます。お前の不幸とはどんな種類のものだね。8日前から仕事がなくなり、わずかばかりの部屋代も支払えなくなりました。子供は養育院へ連れて行かれ、おまけに私の夫は監獄にいるんです。今ではこうして人様のお情けにすがるしかもう手段がないのでございます。立ちなさい。立つんだ。俺はお前の体を楽しみたいのだ。施しはそれからだよ。旦那様、私のような哀れな女でも欲望を起こさせることができるのでありましょうか。お前のような女であればこそ俺は燃え上がるのさ。地獄の鬼どもに、ジュリエットはこんな女だった。